プリンメニュー見ずに作ってみた。はい、ということでね、まあ、もうタイトル通りなんですけども、まあ、皆さんご存知あの黄色くて甘いプリンをね、メニューを見ずに、一切メニューをネットとか本とかを見ずに作っていこうという企画でございます。もちろん材料とかも調べません。はい、早速なんですけども、まあこれからスーパーに行ってちょっと食材を揃えたいと思います。まあ、僕が考えるプリンってこれが使われてるだろうなっていうのをちょっと揃えてくるので、じゃあ早速スーパーに行ってきたいと思います。ということで食材の方を買ってきました。で、僕思ったんですけど、そんなになんか難しい食材は使わないんじゃないかなっていう、やっぱ見た目もプリンってやっぱシンプルですからね、簡単にできるんじゃないかなって思うんで、まあ、普通に成功したら本当にごめんなさい、多分普通のそういうなんていうんですか、レシピ動画になっちゃうんで、美味しくできたら皆さん真似してみてください。はい、で、今ここで買った食材バッと出してもいいんですけど、まあ作っていく過程でこれ買いましたこれ買いましたって紹介していこうかなと思ってます。はい、ではクッキングスタート。まずはやっぱりそのプリンの型となる入れ物ですよね、容器。これが一番結構大事かもしれないですよね、プリンで言ったら。僕が買ったのはこれです。はい、これです。一番食べきれて、でも見た目も地味じゃない大きさで、先ほどこれが紹介した、容器ですね。はい、まあまあ大きいっていう、絶妙なサイズを用意しました。はい、で、まあプリン作るにあたって、まあ、この2つは絶対に使うだろうってやつを買ってきました。それがこちらです。牛乳、卵、まあ、この2つはね使うんじゃないかなと思うんですよね、間違いなく。問題は何個使うかっていう話ですよね。まあ、とりあえず3つぐらいでいいんじゃないかな。これ全部使うかな。 6個、4、6個ぐらい使う？はい、こんな感じで、皆さん卵をまずは6個、容器に入れてください。はい、で牛乳も入れちゃいましょうか。はい、こんなもん入れてください。こんなもん、ちょっと分かりにくいですけど、まあ、こんな感じで今卵と牛乳が完全に分かれちゃってるんで、これを1つにします。いきます。はい、こんな感じで色がプリン色に近づくまで混ぜて、まあ白身もちょっとダマがあるぐらいがいいと思います。はい、そしたらですね、ここでまあこのままでは全然甘くないので砂糖を入れていきたいなと思います。はい、これ砂糖ですね。はい、ちょっと開け方がだいぶ雑ですけど、まあ、これはもう目分量ぐらいでいいでしょう。そしたらまた混ぜていきます。もう割とプリンに近づいてきてるんですけども、これまでやっぱ固まんないじゃないですか。で、ちょっとスーパーに行って塊の元みたいなやつはないかなと思ったら、いいのありました。この寒天クックっていうね、まあ、寒天パパってやつらしいんですけども、これなんか多分寒天、もうほぼプリンじゃないですかこんな、これをまあ裏にこうちょっといろいろ書いてあるんですけど、ちょっとこれも見ずに、今ちらっと見えましたけど本当に読んでないです。はい、でも多分こんなのはねフルーチェみたいに入れればできると思うんで、これもねどんぐらい入れるかも分かんないですけど、とりあえず一袋入れましょう。2袋ぐらい入れた方がいいか、この大きさだと2袋ぐらい入れましょう。はい、で、混ぜていきます。なんかすごいダマができてきたな。何これ。はい、でこのままでもいいんですけど、全然プリン、このまま固まったらプリンなんで、ただちょっとこのままじゃ高級感がないなと思ったんで、今回こちら用意しました。はい、これスーパーで見つけましたね。何かわかりますかね。はい、これ食紅ですね。はい、やっぱ高級なプリンってなんか結構病的な黄色さしてると思うんで、もう異常な、あれって食紅入れてるんじゃないかなと思うんですよね、着色料が食紅というよりは。だこれ入れたらね、そのお店のプリンに近づくんじゃないかなと思うんで、ちょっとこれ入れてみたいと思います。はい、はい、でちょっとこう黄色みがかかったと思うんですよね。だって色はもうここだけ見たらプリンだもん、もう完全に。でもこれで僕は終わらないです。はい、やっぱ高級なプリンってなんか黒い粒々があるイメージがあるんですよ。はい、
なんかちっちゃなあれも入れたいなって僕は思いまして、はい、そこで考えついたのがこれですね、黒かりんと、これをちょっと削って入れていきたいなと思います。はい、死ぬほどこぼれるわ。はい、ということで、できました。はい、ちょっとまだ見た目はねだいぶ完成にはほど遠い感じはするんですけど、でここでまだ完成ではないので、あくまで、はい、火に通していきたいなと思うんですよね。なんかね、僕の記憶が正しければプリンって一回温めてから冷やすみたいなイメージがあったんで、ちょっとね、火で、熱していきたいと思います。はい、それではプリンを、温めていきたいんですけども、ちょっとこっちのフライパンでプリンを温めつつ、こっちでやっぱプリンといったら上に乗っかってるあれですよ、カラメルを作っていきたいなと思います。はい、やっぱ同時進行しますからね、できる男は。でカラメルで使っていきたいのはこのザラメ、あとあのこのコーヒーの素を混ぜればなんかザラメみたいなのできんじゃないかなと思って。はい、それでは、プリンを温めていきたいと思います。でなんかなんとなくだけど沸騰させちゃいけない気がする、本当になんとなくだけど、こういうスイーツ系でなんか沸騰してるの見たことないから沸騰させちゃいけない気がする。でカラメルはね、あのこのザラメをね、溶かして作っていきたいなと思うんで、こんなもんかな。ザラメを入れて、ちょっと苦い方が僕は好きなんで、ちょっとこのなんか苦そうなやつ2つを入れたいと思います。はい、でこのままだとコーヒーのね、本当にあのなんかチャーハン作ってるみたいになってるんで、水を足して溶かしたいと思います。はい、あ、いい感じですよね、なかなか。なんか待って、めっちゃなんか膜できてる、ちょんちょる、やばいやばい、ちょっと焦げてる。あ、めっちゃ固まってきてる、ちょっと待って、あ、めっちゃ固まってきてる、すげえ、めちゃくちゃふわふわで、火も止めましょう、プリンの方は。で、ダマがあるんで潰しながらこうかき混ぜてください。このダマをなるべくなくしたいんでね。カラメルの方は、あ、カラメルもめっちゃいい感じできてるな。やばいやばい、入っちゃった。で、カラメルの方も火止めちゃって大丈夫です。そしたらこの元々の容器にプリンを移し替えていきます。で入れたらこう固まりやすくなるように上からこう押しせばいいと思うんですよね。こういう感じで、あれかぼちゃプリンみたいで美味しそうだな。じゃあ、あとは、これを冷蔵庫で冷やしたいと思う。気持ち悪い、なんか見た目カメラ越しで見たら、こんな俺異物混入させたっけ。まあいいや、でも多分冷やしたらちょっと見た目もいい感じになると思うんで、ちょっと冷やしたいと思います。じゃあ一回冷やします。はい、一番緊張する時間がやってきました。こちらが1時間ほど冷やしたプリンですね。じゃあ早速ね、皆さんもうお待ちかねでしょう、プリンをこのお皿に移していきたいと思います。いきます、3、2、1。おお、すげえ、プリンだ。おえ、すげえ、ちょっと待ってくださいね。じゃあカラメルもかけていきたいと思います。
はい、じゃあ早速、こちらのプリン食べていきたいと思います。いただきます、ね、人生で初めて自分で作った、ね、あのレシピも見ずに作ったプリンなんで楽しみですね。ありえないぐらい硬いです、はい、なんていうんですかね、ね、粘土に近い硬さがありますね、はい、でいただきます。初プリンいただきます。マジ